耳に穴開けてあげよー。結局貫通。最近まあ新シリーズみたいなものをなかったんで、はい、まあ、始めようということで、うん、始まりました。耳に穴開けたげよう。全国の、はい、耳に穴開けたいこうのところに行って ね一緒にあの耳の穴を開けるのを応援しようという、はい、そういう企画が始まりました。我々は、中学の卒業式に、一緒に耳の穴を開けに行った耳フレー、はい、そこでグッとな、グッとなんか友達になったような、うん、まあお互いいちいち、いやごめんなさい、あら加納さんと開けた後、うん、うちもう一個こっち、うん、2個開いてねんけど、これは、うん、高校の友達と、うん、みんなでお正月を過ごしたんや。3、2、1、ガチャン、うわおもんない、カウントダウンガチャン、うん、そっちの方が絆強いぞ多分。正月のカウントダウンガチャンの方がということで、はい、1人目の貫通ちゃん、貫通ちゃん貫通ちゃんでいいね、これから貫通ちゃんっていうことです。はい、それでは呼び込みましょう、はい、どうぞ。こんにちは。あー、明けがいがありそうだ、若者だ。メメメメさあお名前どうぞ。さくらです。さくらちゃん、さくらが来たよ。さくらちゃんは大学生、大学1年大学1年だ、もう明けがいやるね。夏休みということで、わざわざ今日はどこから？大阪から。大阪からね、耳の穴を開けに来たんですよ。そうですよ。ミミミミなんでまた開けようと思ったの？ずっとイヤリングはしてたんですけど、うん、はいはいはい、イヤリング結構痛いじゃないですか。痛い痛い。自分でその開けに行こうとはならへんかった？いや結構怖い。結構怖い。普段ビビり、その注射とか。注射もマジで、あ、無理なんや、ずっと無理です。なるほどなるほど、どうしようかなと思ってて、 でもイヤリングばっかりじゃなみたいな思ってた矢先、はい、この番組が、はい、できましたよ、はい、よかった。安心して、そのうちらが安全ピン持って、うん、あのやるわけじゃないから、一応ちゃんとクリニックは予約しましたので。やっぱその開けてる子羨ましいなみたいなあった？イヤリングちょっとお子ちゃまじゃないですか、なんかなんかね、最初ね、最初イヤリングから入るけどみたいなあるよね、はい、ピアスの方がちょっとおしゃれなデザインあるし、ある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 、種類も多い、全然違うよな、はい、正直今だって私見下してるもん開いてないから。ちょっと見してもらっていい、うん、耳開いてない耳、うん、はい、開いてないね、開いてないな、あんた開いてないね、どこも開いへんやんどこも開いてない。これがもうあと1時間後には対等に喋れるから、うん、親御さんとかは話した？お母さんは空いてるんで、うん、あ、お母さん空いてんねや、だから全然大丈夫でした。一回じゃあちょっとお母さんに今から開けるよっていう胸をちょっと伝えようか、うん、はい、うん、ママって入ってる、ママかわいいもしもし、もしもし、あのさ、今から開けに行くわ、うん、それでお母さん、あ、はじめまして、お母さん、はじめまして、A マッソです。はじめまして、お世話になります、すいません、あの今から大事な娘さんの体にちょっと穴を開けるということなんで、お母さんもね、あの耳に穴開けられてるっていうことなんですけども、はい、開いてます、開いてます。ちなみにお母さんはおいくつの時に開けられたんでしょうかね？ね、同じぐらいです。あ、同じぐらいだ、うん、ちょっと一言ね、娘さんにあの、うん、頑張れっていうメッセージちょっともらっていいですか？ありがとうございます応援してって応援、はい、頑張れそう、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。いやでもいい話聞けたな、やっぱちょっと親子にわたって同じ時期に、知らなかった、知らなかったよね。まあただね、これが2世代上になるとどうかって話ですよ。おばあちゃんになる、おばあちゃんになってくるとちょっと世代的にももしかしたら抵抗のある人がいるかもしれないから、ちょっとおばあちゃんにもかけとこうか。
しもし。もしもし。はい。あのさ、ちょっと報告があんねんけどさ。うん。今からピアス開けてくるわ。開けんの。開けんねん。そうか。報告してくれたほんで。うん。どう思う？うん、まあ今の子みんな開けてるからな。そうですね。友達は開けてる子おるか？おるな。いっぱいおるな。宝石屋さんで開けんの？宝石屋。あのなんかクリニックみたいな。あ、うん、ちゃんとしたところで開けてもらう。ああ、そんなとこやったらいいわ。うん。バーはな、宝石屋さんで開けたいの。笑ってるわ、みんな。誰かおるか知らないです。開け、おばあちゃん開けてるの？うん、バーは開いてたん？開いとんだよ、バーはなんか早うに開けた不良やったから。何歳ぐらいの時？30 40なってなかったな。なくないんだけど。まだ誰も開けてなかったで。あ、その時代はってことね。うん、友達3人とな、うん、友達のマンションに行って遊んでて、友達はパイロットの奥さんやったからな。いっぱいあるや、その宝石屋さんも知り合いがあるわけや。ああ、なるほど。で、読んでな、家、うん、で家で開けてもった。すいません、こんにちは。こんにちは、誰やろ？さくらちゃんのお友達ですけども。うんうん、あ、ちょっと今日はね、あのピアス開けるお手伝いさせてもらおうかなと思って。うん、いや、お友達一緒について立ってくれるの？あ、はい、そうなんです。3人で行きます。3人で行きますんでね。はい、うんうん、もしよかったらね、あのさくらちゃんちょっと怖がってるから、うん、ちょっと応援してもらえたらなって思うんですけども。ああ、そうか、こうなってんのか。はい。痛ないで。痛ない、痛ない。パチンとしたら、横の金具がバランと離れて、これもう入ってるっていうやつやろ。もう入ってる。わかりました。ありがとうございます。すいません。じゃあね。頑張って、頑張って、まあ、ピアスしたかったら開けなしゃな。その代わりピアスしたらでっかいのブラブラ下げなやん。でかいのは嫌か。ちっちゃいの、ちっちゃいのね。上品な、上品な、上品な。わかったわかった、はい。ありがとう。いや、最高バージョン。ちょっと胸が熱くなるわ。何このおばあちゃん。ばあちゃん負けてたやん。ね、うん、聞いた。マジで。なんか歴史も勉強できる。そう。昔は宝石屋を読んで見てたわけと。じゃあ今から行きますか。行きましょう。せーの。耳に穴開けとけよー。はい、ということで、はい、今回はこちらのクリニックさんにお邪魔しました。明治通りクリニックさんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。渋谷のど真ん中です、はい、こんにちは。こんにちは。副院長の野口です。野口さんでよろしくお願いします。こいつがね、ちょっと開けたいって言うもんで。どういうキャラですか？もうあれですか、ピアスの穴開けに関しては、はい、こちらめちゃめちゃ多いですね。めちゃめちゃ多い、はい、どれぐらいやられてるんですか？もう1万件以上。1万件をやってます。開けに開けてる。はい、ピアスといえばめくり、明治通りクリニックです。あ、めくり、はい、って言うんだ。なるほど。さあ、もういよいよね、開けますけども、はい、ちょっと実感湧いてきた。ちょっと緊張してる。緊張してるな。ちょっと緊張してるよな、はい、うん、でももうこれ開けたら夢のピアスライフが待ってるから。そうよ。最初につけるピアスとかよ、考えてんの？なんかちっこい。ちっこい。上品なやつね。上品なやつね。おばあちゃんも言ってたしな。まず最初ピアスつけてどこ行く？夏祭りとか行きたいです。あー、いいね。夏祭りええやん。めっちゃええやん。普段使いとかもする？やっぱ。もう大学も。大学も行く。毎日。うん。大学もつけて。つけていって。言う？それはつけたの？言わへん。さりげなく匂わす。こうするんちゃう？あ、言う。開けたけどみたいな。開いてないやつに。そうやな。マウント取れる。マウント取れるもんな。私開いてるで。しかも渋谷のど真ん中。めくり。じゃあ、施術の準備できたみたいなんで、行きますか。大丈夫？はい。もう開いてない人生終わりやで。うん。触っとこうか。最後一回、見たら、見たら最後やから。そう。しっかり。しっかり触っとこう。触っとこう。うん。最後やからな、もう開いてないの。さよなら。オッケー、さよなら、さよなら。よし、お別れ大丈夫？はい。オッケー。よし。じゃあ行きます。はい。間もなくです。耳に穴、
開けてあげよう。じゃあいよいよですね。でまあ、やっぱり本当心配な人は結構麻酔の注射とかやったりするんですけど、どうですかね。大丈夫です。なしでいい。麻酔なしで、はい、うちらもなしやった。うちらもなかったな。最初ちょっと開ける場所に、うん、あの印をつけるので、うん、もし自分でここ開けたいってあったら自分でもつけてもらえるんですけど、右耳だけうちペンってしようか。え、やってください。いや絶対両方一緒だよ。でも加納さんが左に行って、いやいや分かれ、私はいい。責任を負いたくない。責任を、そう、まあ、集中しろよ。そのあんま大体でやんなよ、さくらのこの穴開き人生が。できかない。まあでもそうか、一回消します、一回消します。でも良さそうな感じはしますけど、ここいい、ね、場所的には今どうですか、うん、片方見て、あ、どうですか、見てもらって、大丈夫です。いい位置かなと思います。いい、すごい、同じ方にしてください。やってやって。そう、盛り上がってるとこね、ここね、うんうんうん。何がなどうですか。あ、違う、濡れてる。いいんじゃないですかね。あ、いい、オッケー、見てみ、ここに開くからな。どう、うん、オッケー、オッケー、よし、納得。はい、立ち位置やからな、ちゃんと。うちらの上手の耳を、私が下手をうちが担いました。じゃあ、やりますね。来るぜ。バーン！バーン！ヤッホー！ヤッホー！どういう心境？怖いっす。怖いな。そりゃ怖いわ。でも大丈夫。うちらがおるから。不安、不安やな。あんまり関係なさそう。不安やんな。いや、こういうピアッサーです。来た来た来た、ピアッサー。こいつですね。じゃあ、グーンとかやらへんよ。どうしたらうちらを、うん、頑張れとか言っといた方がいい。ね、なんか、うん、気そらしてほしいです。あ、気をそらしてほしい。漫才。あ、じゃあ押さえつけながら漫才し、あ、後ろで押さえつけながら後ろで会話しとくわ。会話しとくか、はい、うん、はい、じゃあ、え、もう開けるんですか。開けます。はい、OK、はい。大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫だ、はい、はい、行こう、行け、大丈夫、はい、大丈夫、はい、どうもー、 Aマッソでーす、お願いします、お願いします、ね、今日はね、ピアス開けるいうことでね、あれ持ってきましたよ。何を持ってきたな。ドリル。おい、ドリルちゃうやないか、お前。ピアスで開けなしょうがないやないか、お前。なんでドリルなんかやんねん、お前。それは、なんというか、え、あの、来ますよー。3、2、1、入りました。マイコー、開いてるな、開いてるな、開いてる、開いてる、よかったな、開いたな、はい、いたな、よし、次行こう。次行こう。歌ったのか。あ、歌った、ホタルロープ歌ったのか。あ、オッケー、よっしゃ。どうしないから、またそこにビルが立つ、あー、そしたらいつものホタルループ行きます。3、2、顔は痛いんですよ。黙ったけど。タイミングで。3、2、1でちゃんと黙った。全然ポンコツでした。よかった。どう、今心境は。嬉しい。嬉しい。信じられんな。はい、会えたな、はい、うん。もう全然違う。見違えるよ。うん、むちゃむちゃ可愛い。うん、最高。最高、最高。ということで、第1回ミーダーナ開けてあげようは、さくらでございました、はい、今後も、第2回第3回続いていきますので、耳の穴開けたい人は大募集でございます。バイバイ。
ミミWhat you gonna do?